はい、おはようございます12月9日朝8時半に今、相場を見ております、でこれは冷やしなんですけども、ご覧のように、上げで来てましたよね、で私も上げをすると言いまして、何回かエントリーをしています、ご覧の通り、ここの冷やしですから、これが1日ですね。 これがあだから2日前ですよねこ、きちんと2日とも上がってるわけですよ、ですから、上げに、まあ、エントリーした私は大勝ちしてるのではないかなというところですけれども、4時間足にしてみると、1本1本が今度6時間になってますよね、そしてここに大きな陰線があります。 ヒゲまで考えるとこんなところまで落ちてるわけなんででですすよねねじゃあここでです、ね、私の買いがロスカットに合っていなければ大勝ちということなんですけども当然皆さんご存知のように私はです、ね、ロスカットラインをこんなに深く設けてないんですよ、うん、本当はですねこのゾーンのところまで持っていけばよかったんでしょうけども、まあ、そこまでいってなくて、えー、前回安値のねこちらのバーのちょっと下なんですよ ちょっとしたここですね。ということは、ここで刈られて、その次に上がっているというね、皮肉な結果で、もその通りになっています。結構、ここの傷は大きいです。えー、結果的な予測は合っていたんですけども、これ見てください。ここまで下げてるんですよ。まあ、私のロスカットラインっていうのはもうここですからね、せいぜいこの辺なんですよ。うんここまで リリスクリワードが悪いんですよね上げの方はそこまで高くできないですからロスカットラインとテイクプロフィットラインのバランスが悪くてです、ね、これは、あここはまあもちろん材料だったんですけども材料の時には本当にこういう大きな動きをして戻すってことがありますんで一番悔しいパターンですよね、はい、このような V の字を書いて回復しているとだからここさえなければずっと勝ちのままいけてたわけなんですよね、当然今、ロスカットラインには全くかかってませんから、プラスで今日、この指標を迎えてるわけなんですよ。 で、こちらの方から、ゾーンから上がってきたところで、二度取ってるんですけども、それを調節にして、あまりあるぐらい、ここでね、えー、ロスを出していると。あのー、なんですかね、数量をね、うん、エントリーする数量を増やしてなかったのが、まだ良かったかなと思いますけどね。小さいままで来てますから、それは大敗というかね、知名度にはなってませんけども、精神的にはこれは大負けですね。15分、はい。これだけ下がってますよね。うん。 まあこれをね、えー、学びに生かすために材料の時にはまあ絶対乗ってはいけませんよってことですよ。まあ材料の時いやらしい気持ちを出してねやっ乗ってるんですよここに、ね、上げに。 ということで、ここで、かられて <laughs>、後できちんと上がってるんですから、背はないですよね。まあ、しかも、この上げってのは、かなり底の方からぐーっと上がってますから、すごい上げの反発だったんですよね、この力があったんですよね。ということで、えー、今日明日と相場はありませんけども、月曜日からにいかしたいと思います。それでは失礼ししまます今週もありがとうございました